それでは映写用意スタート。ここは広々としたアメリカ西部の奥地。インディアンたちが実に平和そうにのんびりと暮らしているインディアン部落であります。とそこへ、彼らの土地を奪おうと石油目当ての利権やハゲタカの一団が乗り込んでまいりました。社長のハントが株主たちに近況を説明しております。とそこへ、社長、ご報告が。ずっとお待ちを。うまくいきやしたぜ。ほらこの通り。ここは国有地管理局。ほらお前さんたちの土地の権利書だ。大切にしろよ。このやら、よし、この権利書さえ手に入れれば、ほら1ドルをこいつに握らせてっと。まあそんな具合でそのインディアンを説得して、この権利書を1ドルで売ってもらったんです。よくやった。皆さん、土地の権利書は手に入った。あの土地はもう我々のものだ。奴らには24時間以内にあの土地から出て行ってもらいましょう。そしてインディアン部落の州長のもとに立ち退き命令が届いた。この土地からすぐに出て行け。グレートウエスタン石油株式会社社長ハント。何？おーい、みんな集まれ。白人、我々の死者騙して殺した。もう我慢できん。あの門から入ってくる最初の白人殺すよろし。血祭りにあげろ。とそこへ、のんきな我らがキートン君、このインディアン部落にのこのこと昆虫採集にやってきた。よいしょっと。ちょう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 。どこ。あ、いた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 。さすがいたい。あれ、よいしょ。ガイドブックにはここが蝶々の宝庫だと書いてたのですよ。どこにあるのかな。蝶々蝶々っと。まあこんなところにはね。あとどこかな。いたー。はい、はい、ゲット。これはどんな蝶々かな。いた、ハチだった。あいた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 。あいたあいたあいた。刺されちゃった。これ、いや、腫れちゃうんですかね。いや、僕は昆虫採集に来た。あ、とそこへチャーミングな娘さんが。もしもし。いた、あいたあいたあいた。これは失礼。僕は昆虫採集に来たんです。この辺りなんだか。動かないでじっとして。はい、捕まえた。はい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 、はい、あー、よかった。これは、珍しい種類の蝶々一匹ゲットと。よし、調子が出てきたぞ。あとは、よし、この男ここで火炙りの刑だ。ところが
戒められたのは立ち木ではなく、策のあまりの材木だったので体を動かすと杭が抜けた。さあここで、人間の丸焼きやる、面白い面白い。こっちだったかこいつは。おかしいな。いないどこ行った。続きは劇場でお楽しみください。どうもありがとうございました。麻生活弁 TV チャンネル登録よろしくお願いします。見てね。血祭りにあげろ、血祭りにあげろ、血祭りにあげろ。エイシャイヨー。